ここまでの道のり、長いようで短かったでござるな。おゆき殿に初めて会った時には、本当に驚いたでござるよ。僕も、ももちに会った時にはびっくりしたです。しかも人魚だなんて、すっごく綺麗だったです。サマー王女にも驚かされたな。戦いの日々を振り返り、ケロロ一行は改めて思う。ケロロ正体は勝たねばならない。懐かしいあの人のもとへ帰るために。小雪殿。ももっち。夏美。冬木殿。僕ですか？こっちの世界にもカレーはありますしね。そんな彼らの前に立ちふさがるのは、魔王アゴンとの最終決戦。我が輩、この戦いが終わったら結婚するんだ。ちょっとナレーターさん、だから無理に盛り上げなくていいんだってば。あのセリフ本当不吉なんだからさ。再びすいません、最後の戦いだと思うとつい。本当しょうがないでありますな。では気を取り直して、ケロロ正体魔王のもとへ突撃でやります。